と LINE でつながりたいと思ったらどうやってやったらいいのか何だからもう一回勉強し直しに来ました。今日はその辺も含めてみんなであと共有しましょう、どういう使い方をするかっていうのね。で、まあ、今日ね、今日は私が準備したのは実はまあ、皆さんのようにもうある程度 LINE をインストールしてるとかいうことではなくて、全くの LINE を話は来てるけれどもなんだか分かんないという方を、まあ、最初のターゲットとしてですね、それで今LINE っていうのはどのぐらいの人が使われてるか分かります？5個ぐらい。え？5個。まあ、世界ではね、日本では何人ぐらい使う？日本で4000万。4000万、5000万。そんなにいるんですか？ね？っていうことは人口のね、半分、そうなんですよ。半分は言ってないけども、要するに成人者にしてみたらね、もうそのくらいいっちゃったんですよ。わずか3年なんですよ。だから、2012年からの5月から、日本の実際発表になったのはその1年前なんですよね。ところが実際ネットで使えるようになったのがわずか3年でね、急にね。そうですからものすごい。で今世界で50何カ国で一番人インストールの回数が多い、全世界中で使われちゃったんですよ。だもんだからもう私なんかも Facebook 始めた時はLINE なんてなんだもん、Facebook に比べるから大したことねえなと思ってたんですけども、今無視できなくなっちゃったんですね。それで我々のように個人的に例えば家族とか孫とか友達とかやるんじゃなくて、最近はビジネスに使うんですよ。あ、こんにちは。すみません。来たお知らせです。間違えました。で、そのビジネスに使われる使われ方っていうのはまたこれすごいインパクトがあって、まあ、私はまだそこまで行ってないんですけども、要はいろんな意味で LINE っていうのが注目され始めたものですから、まあ、我々も少しそういう意味でですね、LINE の世界を少し直してみたらどうだろうかというふうに感じておるわけですね。で、まあ、我々が一番大事にして、シニアが大事にしてこの iPad で LINE を、まあ、今日は iPad というのを言ってますけども、まあ、iPhone でもいい、コンピューター、パソコンでもいい、もちろんその iPad、要するに Android でもいい、何でも使える、ガラケーでもいい、要するにそれの融通性といいますかね、それもあって LINE が非常に使い勝手がいいということなんですけども、まあ、我々シニアが一番大事にしなきゃいけないことはいつも申し上げるし、ことは安心安全で使えるかどうかっていう、ここの辺を、まあ、みんなで一緒になって勉強していこうかな。それでやっぱり我々はその孫と付き合う、家族と付き合う、それから友達と付き合う、まあ、あまりビジネス的にこれから使うっていうのが、まあ我々の年齢でどれくらいあるかちょっと分かりませんけども、まあ、いずれにせよどうも無視できないコミュニケーションのそのツールであるということで、まあ、我々はその何をこうやったらいいかということをちょっと皆さんと最初ちょっと一緒になって考えていきたい。じゃあこの LINE っていうのは一体何するものっていうことなんですけども、なかなか定義、 LINE の名前なんで定義っていうのはないんですけども、まあ、簡単に言ってしまうと LINE は連絡先や実際に会ったことのある人と、まあ、基本的にメッセージを交換しようということですよね。まあ、だから今まで連絡先に載っている人、あるいは携帯電話でつながってる人、電話でつながってる人、実際にそういうふうにもう要するに Facebook のように見知らぬ人からっていうのもありますけれども、 LINE はもともとこういうところからメッセージを楽しむというで、不特定多数の人との交流というのはないわけじゃないんですけども、これはあまり LINE としての特徴が生きない。要するに不特定多数の人との交流はまた別な、その Facebook もあるだろうし、
いろんなことある。ただ最近はゼロじゃないっていうのはやっぱりタイムラインって言って自分でどんどん情報を発信して、その受けるっていうことがありますから、ゼロじゃないんですけども、まあ、基本的には LINE っていうのがそういうものの需要の仕方としては知っている人をベースにしている人たち。で、一体 LINE っていうのはどんなものだったのかって僕もなんとなく LINE っていうのをこの2、3年扱っていたんですけど、改めて調べてみますとですね、これもともとは韓国の会社のアイデアなんですね。ね、もうアイディアはそれが日本に会社を作ってですね、 LINE 株式会社っていうことで4年前に日本で設立して、日本でのシステムとして、でまあ基本的にはトークという、そのこと要するに情報をやり取りするのが原則で、そこからベースが始まってるわけですね。ですから2011年にサービスが開始されて、世界中で4億人、先ほど中村さんおっしゃったよ、4億人で、最初は日本から発信して、ほとんどそのなんていうんですかね、Facebook にしてもそうなんですけども、大体ああいうものっていうのはアメリカ発生が多いんですよね、ほとんど過去は。で、日本からなかなかそういうのはなかったんですけども、この LINE は例外的に日本から出ていった。それで、しかも世界中であっという間に4億人って言いますから、多分ザック・バーガーも、僕はびっくりしたんじゃないかとは思うんですよね。で、まあ要するにそういうことで、まあ国産だということもあって、まあ我々も、別にそれだからいいっていうわけじゃないんですけども、まあ、頭の中に注目していいんじゃないか。それから先ほど申し上げましたね、パソコン、iPad、タブレット、スマホ、ガラケー。要するに、それからキャリアを選ばない。要するに、で使える。やっぱりそういう意味の使い勝手がいいということが、これがこういうふうになった理由じゃないか。それから基本的に無料で。使える、基本的に無料で使えるということで、それからこれ皆さんお使いかと思いますが、スタンプ機能というのが非常に充実してるっていいますか、そのいろんな種類があって、要するに文字で言葉をやり取るんじゃなくて、マンガチックなっていうか、いろんなね、あれでスタンプで、対話していくと。で、この使い方が、ね、本当に僕らシニア、この間ある人とやってスタンプ間違えたら怒られちゃって逆に文句が来てありましたね、あるの、でもこっちも間違ったのじゃあって責任してあれ消せないんだよ自分でも消せるけど、あれ消せないんだ、あどうしようとニコニコしてると送りたいって怒っちゃったのまあ、その後間違えましたってスタッフ もちろんだから、消せないけどね、もう一回送り直すしかできないんだよね。だけどポチッてやっちゃうと言っちゃうから、もうなんかね、あの指がこう、そう指で、まあ、7000種類では僕は数えたわけじゃないんだけども、なんかそのくらいあるんだという話なんでですね、まあ、まあ言うなれば、まあ、LINE っていうのはそれだけみんなが3年の間にこれだけ進んだっていう背景っていうのはやっぱりそういうところにあって、で我々シニアがそれのスピードで追いついけるわけがなかなかないもんだから、どうもいろんな間違いも出てくるんじゃないかと。で、まあ初心者でも始めやすい SNS、 要するに Facebook とか他の LINE 以外のいろんなものがあるんですけども、まあ確かにこうやってみると手軽で便利だっていう感じは皆さんも感じられるんじゃないか。さあ、それで LINE でまあどんなことができるんだということで、もう皆さんお使いのことなんでですね、やっぱりそのいくつかあるんですけども、要はLINE でできることっていうのはいろいろあるんですけども、例えばiPhone だったらできるけど iPad はちょっとできないとか、いろんなそういう制約は細かなところにきっといくつかあります。あるいはパソコンだったらどうだとかですね、ガラケーだったらどうだとか、うん、だけど、
まあ一般的に大体できるということは、要するにトーク機能、その言葉をやり取りする1対1、あるいはそのグループでやり取りする、それから先ほど申しましたスタンプ、トークに添付して、まあ要はこれスタンプの中で僕はユニークなイラストじゃないかと思うんですけど、ユニークイラスト、それからもうこういうトークのあれじゃなくて、その音声あるいはビデオ通話ができる、それからそのタイムラインということで、その音声のじゃなくて言葉のやってるだけじゃなくて、自分でどんどん情報を発信していく、まあ Facebook のタイムラインによく似てますよね。それから LINE ゲーム、 LINE カメラ、最近はどんどんアプリが充実してて、 LINE ニュースとかですね、もういろんなサービスが LINE という名のもとにですね、ですから使ってて、どんどんそういう、まあ佐藤、春子さん得意のその画像写真撮ってなんかやるとかね、なんかそんなのもありますから、うまく使っこなしていくと、まあ Facebook よりはまたとは別なその楽しみがあるかもしれないな、要するに。でまあ、基本はですね、要は基本はもう皆さんこれ住んでるから今日はもう省きますけれども、まあ、LINE の登録をそのやるやり方で、よく私のところに今来る LINE に関する質問は、多くは LINE を使ってどうしたらいいかという話じゃないんですよね。今の我々の年代のところ、 LINE というのはどうやって使うんだ、どうやって登録するんだ、でその自分は何を持っている、要するに Android を持ってる、あるいはその iPad を持ってる、 iPhone を持ってる、あるいはガラケーしかない、この登録の仕方っていうのがやっぱり非常に多ございました。ですからこれさえ覚えていただければ誰でも入れるんですが、一つ共通しているのは、お姉さんもうすでに住んでると思いますけど、自分の携帯電話で登録する、それから Facebook のアカウントで登録する、まあここのこれがまあ一番手軽っていうか多いですね。だからその中でも、まあ、Facebook やってない人がいないものですから、この携帯電話持ってる方は非常に多いございます。ですからほとんどの方は携帯電話ではないかと思います。私も自分の携帯電話で、でまあ基本的にはその LINE のインストールっていうのは、LINE の登録っていうのは、例えば自分の持っている端末に LINE のアプリをとにかくインストールするわけですよね。インターネットから引っ張ってくるわけですね。でそれをホーム画面から起動して、これは少しずつ表示の仕方が違うかもしれませんけども、 iPhone にしても Android にしても iPad にしても基本的には考え方は一緒なのは、要するにインストールしてホーム画面、それと画面を起動して、そして新規登録の手続きをして、携帯電話番号を、自分の持っている携帯電話番号を登録する、それからこれが大事ですよね、利用規約に同意するっていう、これ同意求められますからですね、嫌だと思ったらこれでやめてください。そうするとこの電話のを通じて暗証番号というのがメールで送られてくるわけですね。でこれ4桁の番号が来ますんで、それをメールで確認する、でそれが本人認証になるわけですね。本当にその人が申し込んだかどうかっていうのをメールで確認しに来るわけですね。ですからその新規登録にやって違った名前で他人がやったら別のところに暗証番号いっちゃいますから登録できないという、でこれが大事で、暗証番号の送付先で自分のところに来た番号を確認する、それでそれをその番号をこっちでから今度は逆に送り返してあげるわけですね。そうすると、あ、本人だという確証が出て、そこでつながるわけです、LINE っていうのは。
で、その後、LINE が、もうここで LINE にというアプリが動き出しますんで、あとは、じゃあ誰と話をするかという友達を追加していく。で、この友達の追加の時によくトラブルがあるのは、この友達を追加しようとする、友達を例えば自分の iPhone なら iPhone、iPad、iPhone に自分のその連絡先、友達の連絡先に入れておいて、そこにその人がもう LINE やってますと自動的に黙ってますと、その人たちの名前をバーッとこう吸い上げちゃうことがあるんですね。で、それは止められるんですけども、デファクトはっていうか、その最初はですね、そういうのを自動的に吸い上げるように実は設定されてるんですよね。で、それでみんなびっくりして、その自分が選んだ友達じゃない友達までバーッとこう友達入っちゃったとか、そういうトラブルは時々あります。で、この友達の追加は最初は自分で、例えば自分の友達とか息子だとか娘だとか、そういうところに限って、まあ、追加していただきたい。で、その人のメールアドレスとか、その LINE の ID とか、そういうものを、まあ、登録していただきたい。だから初めての人に、もし皆さんがその LINE について何か教えてあげるとか指導してあげるときには、ここまでの部分をぜひやってあげていただきたいと。で、慣れてる方はいいんですけども、Facebook の時も最初にダーンとなんかね、一斉になんかメールが飛び込んできて、そこでやめたっていう人も出てきたぐらいがあったんですけども、やっぱそれに近いようなことが LINE でも起きないわけじゃないということで、ここはちょっと注意していただきたいと。で、これがうまくいけば、はい、設定が一応完了しますんで、相手も分かりますから、そこにメッセージを送るし、相手がそれを見れば返事が来るということで、 LINE が起動するからですね。で、まあ、我々シニアですから、まあ、安全に楽しむための、設定、まあ、何をこれから LINE でやるにしてもですね、何をやるにしても、まあ、気をつけなきゃ我々いけないことは、何も LINE には限らないんですけども、知らない人と絶対に会わないというように、やっぱりこれも LINE の上でもその気をつけていただきたいと。それから、よくあるのはですね、一緒こうやり取りしてると、だん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 プライバシーのを聞きに来たりですね、いろいろあるんだそうですよ。で、その知らない人なんかと特に、やり始めると、だからよく何ですかね、その中学生とか高校生でよくこういうトラブルに巻き込まれるのはこれなんですよね。ちょっと友達になったで、どうっつって、お茶でも飲まないから始まって、あんたどこに住んでんのとかね。で、要はそのトラブルの話聞いてますとですね、その要するにプライバシーをしつこく聞いてくるとか、こういうのは気をつけてくださいと。いいから、なんか知らないけども、いろいろ付きまとってくるっていうのが、まあ、LINE がいろんな気軽にいろんなものができるという裏腹にこういうのがある。それから、そういう人はね、ブロックできますから、この人の、から来るメッセージは取り入れないっていう、ブロックできますから、これも、やるようにしょ。いいか、危険から身を守る。これは、まあ、LINE じゃなくても、まあ、危険から身を守るっていうのは大事なんですけども、その LINE ID、これは、LINE ID というのを、まあ、最初はないんですけども、もちろん最初から設定もできるんですけども、LINE ID というのを教えておく、作っておくと、まあ、その他の端末にやったときも簡単にこの自分の ID を使って、LINE が使えるものですから、便利は便利なんですけども、それを
教えちゃうと、ライン ID を相手に教えると、やっぱりいろんな人のところにこのライン ID が広まっちゃって、知らない人からその話が来たり、通信が来たりする。それから知らない人に友達を追加されたさせない、されないようにする。要は自分の ID とかなんかっていうのをやたらの人にその向こう側から引っ張り込まれないようにするっていうんですかね。持っていかれないように注意する。やっぱりこれもやり方が、設定の仕方がありますので、まあ、それをそういうものをやっぱりこれからやっぱりおいおい大勢の友達ができればできるほどって言いますか、 LINE を広く使い始めるとこういう問題が出てきます。ですから最初の頃は Facebook の時もそうだったんですけども、最初の頃はこれしかやってない時はほとんど大きな問題ないんですけども、いろんなことをやり始めるとかえって危険が出てくる可能性があるので、あまりその何ですか、身の程っちゃおかしいですけども、余計なことをやらないで注意深く自分の実力で合わせて、まあ、いろいろ楽しんでいただいて、それから、まあ、これネットマナーを守るのは当然ですよね。これはまあ何もないだけじゃなくてネットでのマナーを守る。さあ、それで、まあ、トークが、まあ、基本になるということで、まあ、トークっていうのは、まあ、皆さん多分おやりだろうと思うんですけども、トーク画面では右側に自分の、あるいは左側に相手のメッセージが時系列に、まあ、出てくるということで、自分のメッセージというのがここに出てくる。で、この自分が書いたメッセージ、相手に送ったメッセージというのは相手が見たかどうかっていうのはここに小さなマークがつきますから、既読のマークが、これ送った時はついてないんですよね。で、これで送って例えば来週の都合はどうですかって言ってやると、向こうが見た時に既読のマークがこういきますから、あ、これは見たんだっていうことが確認できるわけですよね。ですからこれは非常に便利です。でこれに対して水曜日は大丈夫ですよとか、こう今度は相手のメッセージが送られてきて返事が来てですね。で、これを開きますと、これ見ますと、今度は相手の方に自分の既読のマークが送られますので、今度は相手もこっちが見たということが確認されるということで、まあトークがよくあるのは、例えばメールでよく送ると、あいつは開いたのかな、あいつ見てねえんじゃねえかっつって、メールの後電話したりなんかする人がいるんで、でこれは、まあ、一応確認できますんで、もし既読いつまでも見てないっていうことは、LINE開いてないっていうことになりますんでですね、まあ、これはまず基本的に。で、問題はですね、これ事件的にこういくんですけども、一度投稿したメッセージは訂正や削除がちょっとできないっていうところがですね、これが、まあ、我々よく字間違えたりですねあることなんで消したいんですよね、やっぱり。ちょっとまあ Facebook はもう最近ちょっとこれ訂正できるから良くなってるんですけども、まあ、これはちょっとどうしてもできない。ただここで長文を送るってことはどうですか、あんまりないんじゃないですかLINE であんまり僕は長文送ったら試しないんだけど中村さんはね、音声入力なんですよ。ああ、じゃあだからね、早いからね、結構ね、ダーッとメッセージ来るそれはやりすぎる私なんかそれ返すのにトン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 とその時点で中村さんめんどくさくないどこ行っちゃう確かに僕もそうだ、音声入力だね、つい避けないですね、便利は便利だけどもね、分けてやる
あ、そうか。短くね。うん、そしてこうね。そう。そのやり取りの回数の多い方がいいよね。うん。だから僕はまあ二三行、そうだな、二三行から何か分かりましたとかね。じゃああと地方でまたとか、なんか、まあ確認だけはできるだけ早く。で、iPad でしまないしても、ホームのところに、LINE のマークのところに何通来てるっていうのがこう出ますんでですね、来てることは分かる。いや、誰から来てるかはそこをタップしなきゃ分からないけども、とにかく来たかどうか分かりますんで。それから、まあ皆さんもこれお使いだろうと思いますけども、LINE の絵文字で、僕はなんか他の絵文字も使えるかどうかよく使ったことないんですけども、なんか絵文字のボケが、あ、なん、だけがあるっていう話を聞いて、なんだろうって言ったら、LINE じゃないにも絵文字を使ったとか、なんかそういうのあるんですかね、よく僕はやったことないんで。それからメッセージ、顔、あ、そうか、このいわゆるスタンプのその絵文字、顔文字、まあこれ上下いろいろ指で持ってくるといろいろ出てくるんで、まあすごい種類がこうどう使い分けていいか私もよくわからませんけども、まあぜひぜひ、まあ楽しみ方は先ほど申し上げましたようにスタンプ、それから写真、画像を添付してメッセージを送る、それからハルコさんこれやってる？もう写真送ってる LINE で、はい、あ、結構使ってる？あのね、私イタリア行った時に、あの撮ったの写真をね、中村さんにね、毎日送るし LINE でやった、そう、あと私が撮った写真はこの間の中村さんのお嫁さんの写真もみんな LINE で中村さんに送る、そうか、そういう1対1の時は LINE の方が、はい、そうですね、いいんだよ ね、そういうことよね、Facebook だといろんな人がそう見れるけど、そうですね、それからグループトーク、これはあんまりやってないんですけども、誰かやってる人います？グループトークやってる、何人ぐらいやらないかな、3人いや、最初入れてもらってたんだけどね、もう、私にはできない私もドロップアウトしたんです、そのグループ、あ、そういや、それでね、私ね、わからなかったのはね、退出しますってところを押さなきゃいけなかったのね、それもわかんないまんまね、見れるもんだから拝見させてもらって人の話をずっと聞いたわけか、いや、私も友達のね、寄ってなんかが分かるとね、あ、今日は忙しいんだなとかね、思ってね、じゃあ今日はやめとこうって、まあ、仕事で使ってる人これ結構やってますね、うん、だから、まあ、そういう意味で、まあ、あるいはなんか打ち合わせ、事務的な打ち合わせも含めて、もう限られた仲間であれば、ただ、なんかその都度なんかグループを作って新しくなんかやるっていうのは、なかなか勇気のいる話じゃないかと、ね、うん、まあ、それで、まあ、こういうことなんですけども。皆さんが LINE をどういうふうにのページ、ここに LINE のいろんな機能が出てきますよね。これが結構知らない間にいくつか増えてるんですよね。で、やっぱりこれ時々いけない。
見ていただいて、例えばこれ、まあ、LINE ミュージックだとか LINE ゲームだとか、あ、 LINE のアプリですよね。 LINE のアプリ、これ LINE のアプリって例えばこれどういうのかっていうと、こういうどういうふうに使っていいのか時々分からない、 LINE バイトなんてこれねえ、 LINE 今すぐ予約とか LINE フラッシュセールとか、なんかもし使ってる人がいたらこれいいよっていうのも、LINE タクシーなんて使ってることありますね。LINE 漫画、LINE 占いなんて、LINE の天気っていうのは僕は時々使う。これが LINE 天気ですよね。今日土曜日33度20°C。で、これを今日の天気を送る、明日の天気を送るっていう、この相手に天気を知らせてやることもできる。それからこれ設定がまたできてですね、地域の登録から天気の変化の通知を送ってくれるか、雨の通知、災害の通知、ヤフーの天気のところもこういう機能があるんですけどね。だから僕は比較したことがないんですけども、やってみると面白いのかなと。それで天気の通知なんか見ると、地域どこの地域、時間はいつの、毎日送りますかとかうるさいぐらいいろんなこと聞いて、それからちょっとこれ質問したいんですけど、私ね、この友達がね、プライバシー管理、友達がね、このプライバシー管理をね、これはしっかりしとかないとって言って、で設定してくれたんですね。何した？設定をしてくれた。はいはいはい。でそこにね、ログアウトっていうのが出てるんですよ。赤い文字。あ、そうなの。ログアウトっていうのが。うん、それで多分これはログアウトするっていうことは、他の人が、知らない人が私のところをしても、その人のところに私のところが、入れられ、ここに入れられない、はい、で、まあだからその方が安全ですよね、ログアウトというのは。それはどういう人が設定してくれたの？これね、千葉さんがやってる。あ、そう。それで、LINE やってるともう非常に危険性が高いから、だからそのセキュリティだけはしっかりやっていかないといけないっていうので、そのプライバシー管理で必ずログアウトはしとくようにって言われて。なるほどね。でやっぱり下ままのがいいんでしょう。と思いますけどね、なんかもう心配だったら。なんか不便があるの、それで。いや、別に不便ないんですけど、だからこちらでお願いしない限り友達は一切増えない。一切増えないと。でも私もね、今10月にくらいでいる、まあこれで十分だと思うので、まあ、ログアウト解除する気持ちはないんですけど、一応どんなものか聞いて、解除は、それ解除はいつでもできるよ。そうですね、これポンと押せばいいんですよ。そう。はい、っていうようなことで、LINE のその、まあ、これから皆さんどういうふうに使っていくかっていうのは、まあ、先ほどの LINE の、そのいろんなメニューをその都度見ていただいて、で時々その開いていただいて、
あの例えばニュースならこのニュースなんかもですね、もうこういうニュースっていうのは、まあ、LINE ニュースがいいのかどうかは別として、どういうニュースがどういうところが一番早いかっていうのは一人だけやってみると面白い、なんか暇な時やってみると面白い。でそのトピックの取り扱い方もですね、まあ、LINE がどういうトピックスを重視してそのやってくるか、まあ、今の話題はどこ見てもこの中学生のが殺された事件が多いだろうと思いますけど、それからスタンプショップ、これ皆さんあっちこっちか買ってるんじゃないですか有料で買ってる人います？買ってる。あ、本当すごいね。はるこさん有料でも買ってる。中村さんが多いですよ。で、だいたい私中村さん来たら面白いから多いとか元気とか言ってその声でそれをパンとね、あのショップから買う。買う。いや、僕はね、このね、この いとこっていうのかな、うんうん、あの若いおばさんがいるんですよ。あ、それがね、バンバン来るわけでそこが仕入れのね、一番多い。どれですか、いとこってのは。いとこはね、駅前みこちゃん、カーリー無償、うん、カーリー、カーリー、どれだろう。最近は動くのでないとね、うん、あんまりこれ中村さん来たの向かい、いいです、これどれ、すぐ向かいますちょっとここから出しに行ってえ、すぐ向かいます。これでどれちょっとこれでさそれはエコンやろ。そうです、そして一番下ってことですね。これでしばらくちょっと時間待ってね、はい、これで、あ、これそうです、で、一番違うの送りますね、うん、頑張って頑張って楽しいでしょ、楽しいもうちょっと行きますこれただ無料？いやないだろ。あ、これが高いだな。はい、これやってやってよ。うちの宣伝。ああ、そうですね。中村さんのね、あの、会社前勤めてらっしゃる、ね、あの高純度化合物研究所さんっていうところあるんですよ。で、そこがね、あの周期率表をもとに作ったスタンプがあるんですよ、うん、これね、ぜひあの皆さんにあの100円ですけど入れてあげてください。例えばですね、ちょっと待って、どれかしら、お休みにしようか。でもね、これは元素記号が入ってないので、ちょっとね、元素記号が入ってる。元素記号そうなんだよ、これやね、参加します。そう、いや、手伝うの、FE、 手伝って、そう、手伝って、それからね、TI、 TI、チタン、チタン、これがチタン、うん、そうだ、チタン、そうだ、うん、まだいろいろありますよね。いますと。銅とか金とか銀とかさ、そうそう、あれのってこれ何でしたっけ？ラドン。ラドン。ラドン。そう。ラドン。あ、そうそう。はい。TTE。下。何ですか？テルル。テルル。うん。テルル。うん。というような、これ100円ですよね、確かね。ほとんどなかった。100円だったと思います。これはこんなのがあるの、面白いですね。1つスタンプ100円ですか。いや違うじゃなくて、これシリーズなんで、そうなんですか。これでも面白いですよ、これ、うん、これも楽しい。例えばね、これはね、ゲート記号が入ってないけどごめんなさい。はい、
しょ結構ね。でもこれ選ぶの大変だねこれ。暇が暇が暇がじゃないと。でも大体ほらこれが頻繁に使うみたいなあるじゃないですか。でたまにちょっとね、違う気分変えてとか。でも相手見て選ぶんでしょ、どのどういう。いや選ばない。大体ほとんど生村さんが。しまったと。ハートマーク入れてたらこれはまずいやとか思って。あとでごめんなさいとか書いて。はあ。いろいろ。大変だな。でも楽しいですよ。あのね、これもね、余裕なんですけど、これね、結構私気に入ってんですよ。一つね。アルコさんほとんど文章書かないで、スタンプだけでやってないんだ。そうなんですよ。これがムンビーなんですけど。ああ、これ高級だよね。うん、そうですね。うん、まあまあですね、あ、これもらったことあるのかな。あ、そうです。うん。荻野さんやってるでしょ。あ、そうだっけ。荻野さんやってますね。で、うん、すぐ映るんだよ。そうですね。そうそう、誰かがね、どっかで始めるとパクることでいい。これはね、誰もパクっていないのがね、これは多分私だけだと思う。どれ？あ、あれ、お姫さんか。そうそう。あ、こんなのがある。これ有料だね。そうそう。これしかし中村さんから俺もらったらこれ瓶ドキマキして何とかごめんなさい。こういうような感じでなかなか面白いです。またこれは無料なんだと思うんだけど、これいいよね、これ使いやすい、うん、あ、そう、うん、あ、これもこれはあの差し支えない、これは無料、無料、これは無料ですね。これは中村さんが来たんだけど、無料です。そういうね、探し出すのがね、時間かかる。そうなんだよ。さっきさん、ほら、置、はいはい、いて送ってくれたりして、はいはい、今ちょっとね、じゃあ中村さんに義理の、っていうか、息子さんの嫁、そう、お嫁さんのこの間展覧会にお出しになったの。で、これがポットウェイ。あれ、これフェイスブックにも載せました ね、 ね、うん、で、これはあれかな、別に押さなくてもいいのかな。ピケ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 、ね、結構大きく写ってるのがこれ、これもっとその上で、この上は荻野さんのところのハンプティダンプ。こういうふうにしてこう写真で、うん、いろいろお送りして、チラシにしてやって、チラシ、チラシ、うん、どうやって、チラシ、チラシ、もっともっともっと上にチラシ、チラシやろう、チラシ、チラシ、こんなのやってチラシ出てこないだから、チラシ持ってんだ、チラシどれ、チラシ、チラシ、チラシ、もっとしたら、もっと、いやいや、もっと上、まあ、今ブドウだから、そうそう、ブドウの上、ブドウの持ってある2、3日前、これもブドウですね、ブドウ、チラシ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 、結構長いんだね。そうね、玉が行き過ぎしちゃうんだ。知らん。この辺だ、この上、その上があなたの写真。ここから。そうそうそう、この辺が作品。この間のお嫁さんの作品みたいな。現場の写真。なるほどね。これ靴。ミニチュアの靴。すごい小さいんですけど、すごいね、これね、結構ね、大きく撮るの大変だったんですよ。大きせがましいけど。小さいやろ。そうそう。ここ何センチぐらい描く？2.5 センチぐらい。サイコロみたいなの？ 5 センチぐらい。で、それをマクロレンズで拡大しまくって撮って、それでこの編集機能をかけて、それでこれを送った。これ送るとすぐね、これは嫁のところへ転送しちゃう。
だって向こうが取れないんだから、現場が。あ、そうか。腕がないしね。うん、まあ、あれだけど、まあね、そんな自分の写真撮れませんもんね、あんまりね。なんかそんな、こんな感じで。まあ、すごいね。すごい。何歳かがラインをこれだけ使ってるっていうのは競技朝起きたらね、一族老頭にね、おはようございます一族老頭がね、みんなね、あ、中村さん健在だってそうなんですよそうなんですよ、ね、それが最大のね、シニアの見守りなんですよ。あの今あの、ね、ネットを使ってシニアを見守ろうっていうのは、僕は今言ってるのはシニアこそ情報発信しなさいと、そしたら見守られちゃうんですよ。ね、だからあの行政が今ねシニアに何か持たせてね、声を持たせて情報発信させるっていうけど、そんなことよりもね、これこういう道具を持ってもらってね、毎朝あの5時間発信がなかったら中村さんどっかでぶっ倒れて、これチラシをね送るのにこれがすごくいいんですよ。ああ、ほらこんなでかくなるから、そう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 、こんなでかくなるでしょ、手元で。だからこれがこうだな、すごいね、会場これすごいね、こんなね、うん、こんな出るから、うん、もうだからこういうチラシもね、これでよく撮れる私はね、これはね、あの誰かがタイムラインにアップしたんですよ。でこれはスクリーンショットで撮って、はいはいはい、それで画像入れといて、でそれは中村さんに送った。あ、だからこの縁が出てきちゃってる。そう、スクリーンショットだからね、やっぱりね。あ、しょうがないね。そうそうそう、うん、あとトリミング、写真で撮りましょう。これね、なんかこの画像保存ができないんですよ、これだけは。うん、だからしょうがない、スクリーンショットで。あ、いいんですよ、その程度のことは。まあ、情報がスピードで、ハイスピードで行ったり来たりするね、これ。この田中さんってね、あの北九州の仲買の組合長なんですよ。おあ、でもその田中さんのところにそれ送ったんです。送ったこと。はい。で、この人はね、なんていうのかな、体の具合もちょっとなんか不自由なんだけど、ね、まるっきり会ったことある。この人は兄貴とは仲がいいんだけど。一遍回ったよ。中村さんはね、朝起きるとダーッとその5円札もあるからね、もうすごい忙しい忙しいんだよね、やっぱりすごく見るだけでも忙しいそうだったら LINE だってね、要するにコピーしてね、同文でね、バーッと送るでしょ、うん、そんなんどっかそれは分かんない、ペーストっていうのがこうやって言うと出てくるから、そのペーストするからワンパターンを作って、写真もね、転送していくからね、写真5枚つけて、本文つけてもね、まあ、3分、2分もあれば終わりですよ。で、パン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 行くわけ。で、途中でこいつはまずいなってから一部変更してあの、メールにいる人みたいにね、こう一斉に配信ってのできるの？そんなはやったことできない。できないでしょ？あのメールみたいにさ、だーっと一斉配信のね、うん、あれが、あれはちょっと聞いたことないな、それがね、うん、そうか、で図面とかね、そういうのもね、はい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 、だからうちの世代はあの現場で使ってるんですよね。ああ、いやだから仕事でね、これのいろいろな関係使ってるみたいですよね。だからみんな現場の連中がほら、あのトラックで作業来てね、
昼間みんな来ないやつ、あれ結構まあ遊びもあるんだけど、ね、あいつらね、あの監督に送ってるんですよ、産業振興所。だからうちの現場監督だからね、もうものすごくね、3倍ぐらい仕事がある、同じように行かないんですよ、お前その左のね、取り付けはどうだって質問を送れてくれば、ね、あの中村さんはね、もう一回サイズ小さいのつけたらどうですか、その方肩が分かる。それでそこからね、いきなり発注しちゃうんですよ。で、いついつ来るからっていうのが、そう、ね、だから忙しい。で僕最近は手軽に、この間ね、僕のマンションね、やっぱり一部リノベーションしたんですよ。ね、そしたら、あの職人が来てね、で僕は文句つけたんです、そしたらもうパチャパチャパチャって、もうあの見積もりがね、いつ出ますとかね、いつ納品されますとか、早いなと思ってね、でも返事が来ちゃうわけだから戻って見積もり、あ、なんだっけ、あの業者と打ち合わせでまた連絡しますから、あれやねん、だからね、ある意味でね、僕もね、LINE を制する人はね、ビジネスを制するって、いらないだろうからね、もたもたしてるってね、ごめんってすぐ言っちゃうから、だからそれを今僕はね、シニアのはもっとね、自分で秘書なし部下なしの生活をやりながらね、仕事ができるって言ってるわけですよね。昔はその誰か人を使わないとできないとか、今違うんですよ、この使い方を覚えれば、今言ってるような仕事はどん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 シニアでも、だって体力いらないの、ね、だから要するに機動力を持ってれば、しかもそれはもう、ね、ネットですからインターナショナルなんですよ、ね、だから瞬間的にはアメリカのものでもヨーロッパのものでも相手はね、構わずに仕事ができるわけですから、そうやればこれからのシニアは、今一番問題になった段階のシニアがこれから10年後後期高齢者になった時は大変だっていうような話が今出てるわけですよね。 今でも結構我々大変なお荷物になりそうな気配になって、要するにそれだけ長寿になっちゃったから、ね、だからますますこれ今段階の世代がこれから10年後、今65歳でしょ、そうすると75歳だったらだからその時のためにできる、そのためのやっぱりね、 IT の使い方、シニアの IT の使い方っていうのが今求められるんですよね。もう我々は先が持つんだからね、どっちでもないけど、これもその時ねカバーしてるんですよ、これとか。だって買い物なんか行けないから。そうですね。もちろん。ね。で重いもん買えたら。ね、だからこの間ね、あれ、自動炊飯器、じゃあね、ともかく、焦げついて困るんですよね。バーバー、前さんなんかニトリ探しちゃって、ニトリピピってたんでしょ。で、4900円ぐらいでしょ。ピンってやる、横じとピンだな。だけどね、あれね、やっぱりそういうものをね、買うっていう感覚、それから手続きする、これね、これをね、早く身につけておかないと、動けなくなるんでしょ。そうと。それでね、あの私もとうとう買ったけど、アップルウォッチが来た時に、閉めた、これで、ね、俺らは寝たきりになったって、大丈夫だよ。みんなに。いや、充電忘れるなよって言ってるのか、ね、これはいいんだと、だけど充電、寝たきりになった時充電忘れるなよ教えてもらってもね、すぐ忘れちゃうのよね。この間教えてもらったけどなんてことがね、結構困るな。だからどれだけね、要するに年取ってくるとどんどん機能は減るわけしかないわけですよ。その減るのをどうやってじゃあ補充するか、その外的なその機能でね、ここの仕組みを覚えなさいっていうわけですよね。そうしたらかなり減っても
安心して忘れられますよ。ね、物忘れを心配しなくてもいいように。いやもうあの日にちなんかね、前もうほとんど忘れてるでしょ。うん、だからこれ見て年中見てるから、あ今日は土曜。そうでしょ。でね、もうちょっと暑いじゃないのって言われて、今日は22日だよ。知りに聞いた、今日は何曜日に聞いた、もう教えてくれません、今日の曜日。要はそういう風な仕組みをちょっと覚えておけばね、うん、あの安心して僕はボケられるとかね。でそれはね、我々の年代がやっぱりね、何歳になってもこういうものを使えるんだっていう実証をね、我々やっぱりすべきなんですよね。そうしないと、あれは無理なんだとか、そうじゃない、やればだけど、佐藤さんみたいにやりすぎちゃうとね、あれあの人は別枠ってなっちゃうから。でも本当私、いい刺激いっぱいいただきましたね。だからそういう仲間がね、仲間がいるってことが大事ですね。でまあ、そういうのこう増やせるじゃないですか。まあ、あれしてやってたからね、楽しそうだから、あ、じゃあ増やそうっていう感じで、だからね、いいと思いますね。まあ、こうやって楽しく ね、こういうのを、ね、勉強会来て勉強するとね、皆さんね、もう頭で覚えようとするんですよ。そうじゃなくてね、今みたいにちょんちょんちょんってやるでいいじゃないですか。ね、それが僕はやっぱり大事であって、あのそういう話をこうお互いに交換してね、さっきみたいな僕なんか見たことないようなスタンプがへえってなるんですよね。これ今日来るときじゃ、ここにね、うん、一番上が8月22日未予約になってるわけ。あだからお誘いくださるけどね、俺行くか行かないか分かんないかな。昨日だって突然ね、あ俺行くわ。そしてね、ここにこういうふうに入れてあるわけね、未予約のネットサロンができてる、うん、そしてね、ここの上にあの住所出てるわけ。はいはいはい、ね、でこの住所をピッと押すとね、まあ、そう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 なんですか、ね、でこれでここの自動車で行くわけないんだからね。そうすると交互にするわけ、ね、そこもおここしちゃってるからここあのダメだけど、あのさっき駅の前でやるとこれがこのままのそう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 、この前、サンダコロン違ってね、これの道あったり失敗して、困った、これもなんとかね、だんだんやればこなせるのに、毎日やって、もう何十回失敗してるかわかんないけど、そのうちになんとか。そうですね、失敗の数を恐れてる。私もだ、もう失敗の繰り返しですか、ね、ほとんど失敗です。いや失敗が、ね、いいんですよ、うん、失敗するとね考えるでしょ、うん、考えるとね、一生懸命なんか覚えちゃうわけですよね、うん、だけど私たちの年代だとね、なんかこう特に女性はそうなのかしら、そんなの難しいからね、もう最初から手つけたくないって感覚の人が多い、うん、私もね、もう3年前はそうだったんですよ、うん、だからほら、iPad を与え、あの、いただいたじゃないですか。だからこっちでいただいたものをね、無駄にしてあるね、無駄に申し訳ない。これはね、納得して使いこなさい。それがね、もう一瞬だった。一瞬だってね、そしたら人間って動機、モチベーションがすごい大事ですね。そうだね。すごいね、あなたはだから何にもゼロからスタートしてさ。E メールもちゃんと受け取れ、佐藤春子とかに E メールを送ってもしょうがないから電話かけましょうっていう、そういう世界だったんですだから新浜さん、こういうね新しい方をね、やっぱりそういうね、やっぱり呼び寄せて、そういう人がやっぱり成長してもらわないと、ね、みんなやれやできるんです、ね、あの集まる場所があればね、だってここもすごいよ、ね、もったいないだけど、なかなか私なんか住んで、私は江戸川区に住んでますけどね、あの救
ても高いのよね。それであのグループプレス私もね分かんないからあれしたらあの一人一人違いますでしょ。だから先生は一番分からない人のあのあれで、ね、教えてくれるから時間は経つわね。お値段は結構高いよ。本当それは、ね、パソコンの勉強会じゃなくて iPad?iPad ね、パソコン作るんだもん。あ、パソコン作るか、うん、私のフェイスブックには入ってるけどねもうやめちゃったの私からもうなんか2時間ねみんなのそのいろんなのね付き合って聞いてるとねあこれやってたらもう疲れたけどなと思ってだからこう中野さんのメタルなんだ。私かな。あ、なんか来てるよ。これ誰、あ、そうか。中野さんのあれか。中野さんのね。中野さんのね。こっちに。ラインってのは複数の厚さに打つことができるんですよね。複数の厚さに打つことができるんですよね。複数の厚さ。あのインターネットみたいに CC を。いくつかやるグループを作るんですよ。グループを作るんですよ。それでね、自分でね、あの招待されてグループをまずご自身のところにね、あの友達を招待っていうのをして、でそのご自身の中でグループを作るんですよ。そうするとそのグループ内では連絡を得る。全部でも全部いっちゃうんですね。グループの中でこの人がこの人がいるっていうのはできない。それはもう個人でしない。個人をやってて、でグループの中にもやってれば。具合の悪いな個人で話す。個人でなんじゃこれはって言われて。あとはね、ワイワイであるのは、そっちも楽なんですよ。俺はどこ行くからな、今日はいないぞとかね。だから、私の、ね、息子の一家っていうのは、うん、もうみんな息子はアメリカで仕事行ってるんですよ。娘は、うん、もう娘は今、ヨーロッパに行くんですよ、うん。みんなバラバラなんですよ。うん、ところが、LINE で繋がってるからね。うんもう、まあ、もう時差を超えてね、世界中に行って何が起きてるかって、うん、で結局うちの女房だけはツンとなる、うん、やらないから、うん、ねやっぱりやればいいじゃないかって言うんだけど、まあ、なんかめんどくせえとかね、うん、みんな僕のとこ違ったから調べといてだからでもそうやって家族がね、もうつながってると安心ですよ。安心なんですよ。子供たちと LINE でつながらないと時間帯はあれだし、うん、仕事のね、あの曜日とかなんかも通常がなかったら、だから一昔前はね、考えられないことがね、うん、そうですね、起きちゃってるんですよね。だから孫まで含めて、ね、全員にバーッと来ます。であの既読はね、返事は幼いからほとんど、はいはいはい、でも既読はね、記録が残るすぐね、すぐ見ますからね、やっぱり息は見るんだから、安心ですね、中でくれるってやつ、すぐさっきほら、既読のマークがあるだけでもね、あ、見てんだ、ね今ね、あのこれで来るんですよ、あ、本当大さんが大事に出ますから、はいはい、そこのとこポンってクリックすると、そしたらなんか了解ってとこ入るんですよ。あ、了解です。で、その了解ポンと押すと、その方のとこね、既読って入る。あ、だからメールだけ見てくれてさ、だからこうして分かってるなっていうことが分かる。それも非常に大きなね、重要情報なんですよ。そうですね。私なんかね、字が小さいんじゃないかと思ってたあれなんだけど、目が悪いから、これでもでも、まあ、大きく開けようとしようと思ったらできるんですよね、こうやって拡大して、だけど、まあ、所詮が小さいから、所詮で、あのね、小さいから、これはやっぱりこれと連動してますから、こっちで、こっちはスマホなんですか、スマホです、これが iPad、iPhone でね、iPhone の方ね、これがこれをコントロールしてるわけですよ。ああ、そうですか、はい、だからここで設定してやるとこっちが見れるし、うん、で、こっちでやったやつはこっちまた、はい、だから、連動してますから、スマホと iPhone の違いはどうなの？あ、スマホというのはね、スマートフォンという、うん、要するにスマートというのはやっぱりコンピューター的な電話なんですよね。もともとコンピューターなんですよ。それに電話がついてると思うんですよね。だからし、iPad と、うん、iPhone と、うん、もう一つ別なタイプがあって、Android というあの別なあの機種が違うのがありますから、あのちょっと使い勝手が違う。
だからインターネット見たりいろんなことやる分にはかなり共通なものでね。だからこれ iPad をお持ちですからね、うん、これに iPhone をつなげれば、そしてこれを割ればもう完璧に情報が共有ができちゃう。ただね、これ16ギガぐらいで写真だとかビデオなんか撮るとすぐ容量がなくなっちゃうからね。そう、でも前はずっと削る、削らなきゃいけない。もういろんなこと言ってもね、どん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 クラウド投げたらいいやん。USB に取れないですか？ USB に取れないですか？これ USB、 USB が取れるやつが最近出てますけども、むしろインターネットの意味で、ただ無料 の、 クラウドっていって、はい、やりあそこへ上げちゃって、はい、やる方が一番早いと思いますね。ダイヤルの USB なんかでコピーできないんですか？私はiPadのグラフにしてたけど、そういうことが最初わかんないし、買いに行ったのでこんなおばさんがそんなに使うわけないと思って、こういう車を壊れちゃって、こういう特殊なやっぱり USB もね、これは普通の USB、はいはい、こっちはこの iPhone の、で要するに メモリーを共有することはできるんですけども、主としてこれはメモリーを蓄えるというよりは移動させる。でもこれ高いんですよ、すごく32ギガで1万だ、便利は便利なんですよね。ですから、ただパソコンで作った資料はちょっとこっちで見るとかね。この iPad と撮った写真なんかはパソコンに映せないんですか？あ、だから映せますよね。大丈夫です。パソコンに映せたらパソコンから USB に落とす。もちろんもちろん内容の USB に使えたら一旦映せばね、一旦映せば。だからこの iPad の写真は USB で撮って、それで撮影するとまた違うのよ。 USB でね、映せたらパソコンに映せるわけ。映せますよ。その代わり、要するにインターネット経由で映すか、うん、ケーブルで、iTunes なんだっけ、iTunes だっけ、それで映せば、そのギアが小さくてもいいわけです。そうなんですよ、私は結局軽い、パソコンがいっぱいになったら、内容の USB に映せる。そうなんですよ、できたらね、バッグに入るぐらいのがね、いいな、重たいな、それはいや、これでもね、32ギガ、64あるんだけどね、いらないと思うけど、30でにあれにしとけばよかったから、そういうことがわからないで買ってるからね。初めは16でしたって言っちゃってね。いや、あれアップできるでしょ。え、アップルストアにアップできない。できない、できない。これはもう16は16。そうなんですか、もう全然。そうそうね、プログラム変わりましたって言ってバージョンして、それに出されね、取られちゃって。6に残ってない。そうそう、2年ぐらい経ってた。じゃあ次の買うかって。そうそう。だから今度ね、またバージョンアップしたら何かが出たらね、その機会。いや、やっぱりね、それだけね、やっぱり使うようになったっていうことはね、進歩されたんですよ。ね、中にはね、もう1ヶ月使ったけど、オクラに入っちゃったとかね、炭酸の中じゃないけど、引き出しに入ったままとか、結構シニアで見るんですよね。うん、挫折しちゃってして。もったいないなと思うんだけども。あ、これもね、継続しないといけないから、ちょっと一回やってもうしばらくしまっといてまたやろうって言ってもダメ。もうダメだからね、忘れちゃう。ちょっとね、毎朝あれもちょっとかなと思うけど、あれ毎朝やるおかげで、こう頭の中がトン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 ね、だからすごくこうね、自分のためにはね、いい刺激になってますね。だからね、人からね、情報が来るってことがね、最高のね、刺激なんですよ。あ、そうですよ ね、受けて立たなきゃいけない。中村さんが命の恩人なんですよ。本当に恩人ですもん、ね、足向けて出られない。足向けて出られない。中村さんはその情報はどっからの、まあ、どこかね、何の、いや、それいろんな情報をね、発信する情報を、発信する情報がアップグレードされてるわけでしょ。そうそうそう、いや、ね、中村さんはね、もともとその絵も上手だし、もちろん非常に知識人なんですよ。知識人、そうで、ツイッターも自らで動きます。そうそう、ツイッターも、そうそう、ブログもすごい長いキャリアがあるので、そういう面からこういっぱい入ってるね、84年間の蓄積。
物好きなんですよ。好奇心が旺盛。好奇心はもうすごいですよ。もうすぐ行っちゃう。そうですね。すぐ見に行っちゃうって。だからよく勉強会に来られたよね。何かあると、やっぱりそうやって領域が増えてくると、ね、楽しくなっちゃうんですよ。そうですよね。だから脳が活性してるから多分体もこうやって丈夫だしね。物好きだね。LINE の写真というのは容量関係なしに送れるんですか？え、写真というのは容量関係なしに送れるんですか？写真送れる容量、要するにパソコンでいつも困ってるのなんですけど、はい、インターネットで送れないんですよね、容量が。写真が大きい、ね、素数の大きいやつを送ろうとするとか、ね、今はね、非常に良くなってます。でそれは何かっていうと、通信速度が速まってるのと、よっぽどの大きな、画像のデータでない限りは、極めて社長の動画でも簡単に送れます。はい、その分だけ非常に高速になってますね。こういう CPU も高速、通信も高速、それからメモリーが非常にほとんどタダで大容量受け入れられるだけの、受け皿ができるようになってきてますから、昔みたいにいろんなことを。今でもパソコンもなかなか送れないんですよね。ああ、はい。2、3枚しか送れなくて、あ、はい、あもたくさん売るときには解像度落としておく。あ、それからもう一つはね、最近のなんだ、デジカメがものすごく容量増えちゃってるもんだから、かえってそのパチャッと撮ったやつが、ものすごく画素数の多いやつが、そうですね、はい、そう、チャージだって18万もありますから、やっぱりこれを送るのはちょっと大変ですよね、だから国内だったら中村さんに10万送れると、この間イタリアから中村さんに10万送るのがすごく大変だった。ああ、だろうね。いっぺんに10万送れない。ほらな、それは無理だよ。あんたホテルのあれインターネットを使ったんじゃないの、それ。あ、そうそうそう、そう、ああいうところはね、結構ね、スピード遅いんですよ。あ、そうなんですか。あれ、ね、自分でルーター持ってかないで、写真をバシャバシャ撮ってこう、今写真をいかにその対峙するかっていうのに、苦心にしてみようかなとりあえずね、なんかこんなのね、マキさんみたいにこういうのに入れてあちこち持って歩くのがね、私はあんまりね、心得てくれそれでね、もうパソコンなんかね、クソくらいでね、絶対開かないようにしたわけ。それで、今はね、頼りにしてるのはね、この、これアプリをね、これ、ドロップボックス。あ、ドロップボックスね、はい、これもう、はい、ここにね、ジャカジャカジャカはいはい、いいんですよ、ね、はい、これ、それでね、これをさらに今度これと組み合わせでこれをお勧めされて、これ何ですか、カーブ、英語でカーブってやる、これカロスル、あ、カロスルって回転木板のことじゃない、カロスルもカロスルで、これがね、ラッシュしたアルゴリズム、アジュラル、そうか、そうか、中野さんね、うん、これで、これやったことある、インターネット、このね、iPhone とか iPad、これインターネット経由でね、はい、普通のファックスのマシンにファックス送ったことありますか？ないないよ、送れるんですよ、あ、お金でいいんですよ、それが1日1枚だったらただ、そういや、だからね、業務用みたいにね、1日何枚も送るっていうのは有料のアプリを買わなきゃいけないけども、たまに送るっていう時はね、何から何に送るの、生ファックス、今日僕自分の家に送ってみたんですよ、行くのかどうか、そしたらね、生ファックス、いや、俺ね、例えばね、ある書類があるとバシャってこう取る、うん、これある本のコピーを、うん、でそのままファックスで自分の家のファックスの場所に送ってみたんですよ、うん、だからこの程度の、ああ、全然綺麗じゃないですか、すごい、うちのファックスマシンなんて昔の古い、うん、
マシンですけども、結構。あのインターネット経由でファックスを送るっていうのは、ね、今までファックスっていうのは電話でしょ、インターネット僕も知らなかった、だからこれができる無料でファックス送信、ネットサービス使おうって、うん、ね、じゃあこの間新浜さんのね、こちらの申し込み書なんかもまさに iPad で発送した書類を無料でファックス送信、それはどこのサービスなんですか。あ、じゃあ後で言う、あれをダウンロードの先をあれ、うん、どっかに書いてあると思う、いや、アプリじゃなくてどっかのいいや、アプリ、アプリ、これパソコンでもあるから、パソコンでもパソコンからフリーファックスインターナショナル、要はね、要はこういう先端の技術と昔のローテックも一緒にしようっていう、そこのコレクションもあるんですね。ね、うん、だからハイテックばっかり追求じゃなくてローテックも活用しようっていうのができるんですよ、だんだん。ファックスはしかし困るね、わからない押し方が。うん、ああもううちで毎回喧嘩そうですね、あ、そう、髪が感じすぎ上げしてくれて野さんとかしてくれて、髪が感じで、あのパソコンとかスマホで受けられますか。え、受けるの、送るのと受けるのが、これはね、普通のファックスマシーンで受けた。あ、寺さん金額だから、うん、で、金額相手が分かるので、それをパソコンとかスマホで受けられます。あ、そういうファックスマシン、要するに、なんだ相手が、そういう送れる、なんていうのかな、今売ってますよ、そういうファックスマシンで、なおかつなんでかね、プリンターとコピーと、あ、プリンターと一緒になったあります。あれは要するにプリンターでそこに印刷、これがそうです、ファックスが印刷される、うん、あれだったらできるんじゃないですか。そういう質問と違う、要は相手から送ったファックスをこれで受けられる、それは知らないこれで受けられれば、ファックスっていうのはこうやって紙に書くの、紙に書くの、ね、ファックスにいるだから、パソコンではそうやって受けられる、あ、まあ、それはそれ用に、そこまではちょっと僕はやったことないし、それもそういうニーズがなかったからね、要はこっちこれに来るやつはもう別な情報源で、そうですね、相手がワックスで、で、それをスマホで受けるとか、スマホで受けるとか、逆にあれだな、ローテックを利用してハイテックに。なるほどね。それがね、これはそれで、これも逆に、これも結構なエロが。ああ、そうですよね。これ取り込むことで。これ、これに出される。実際、これ何があったんですか。これ、英訳の。あ、これ LINE の英語なの。LINE の英語じゃん。割合で、あ、いい、平田さんだとこういうの必要ないですよ、ね、あ、そう、自分の頭の中で入れる、これ込めるのね、だからこれは何、英語だけ、それとも、あ、ほいろんな英語通訳ってついちゃう、あ、今それ見よう、これ、それどうやって撮るんですか。あの、アプリの通訳ではさ、LINE の、うん、発信じゃない、ただ、俺だからただだよ、全部せこいから、これさ、あの即時、うん、即時、あの例えば音声入力されたらすぐに出るんですか。ちょっとテストしてて、音声入力できるんでしょ。それで、ね、それから全く使ってないのがわからない。中村さんね、上手。これね、音声入力はね、慣れないと相手が聞き取れないとダメ。だからしばらくやってるうちに、うん、こちらの。あの音声ニュース、あのちゃんとノックティングを皆さんのご要望が非常に多いです。すぐできるよね、あちらが受け取ってくれる、シリさんね、これで送るのかな、まあそうだ、あーテスト、デアラ、デレクトメイク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 メ
これね、逆にね、この英語をね、日本語に変換させるんですよ、うん、そうすると英語の質が分かるそれをね、3回ぐらい聞きするとね、全く意味が分かんないんです言い回しが違いますよく伝言ゲームってのがあってさ、昔こうやって人がずっと伝えていくとね、だんだん変わっていく、だんだん変わっていく、最後は全然違うこれ一応喋るんだよ、喋るんだよ、これね、読み上げじゃなくて、また英和翻訳っていうのがあるはずですよね、逆翻訳、喋る、まあ、喋るだから、これも横に置くんですよね、なんか俺持ってきやさ、うん、ね、通訳してもらって、あんたそれちょっと高いじゃないとかって、ね、そうその程度のね、うん、その程度の翻訳はしてくれるね、うん、通訳やね、なるほど、いや、この間中国人がやってましたよ、銀座で、なんか道を聞くのに、ああ、そうですか、うん、なんかその完全な翻訳かどうかは知らないけど、お互いに意味は分かってるよね、どこどこ行くのは、どう言ったらいいですかぐらいはできちゃうんですよね、中国語もどこかで、漢字がまだね、手段ができるわね、難しいな、難しいな、そうですね、ここまでね、よく使いこなして、これがね、あれなんですよ、太郎さんで、ね、私、レンクを送ってくるとね、うん、ここに下にご自分のレンクを出して、はい、そしてこう、また送るそのね、太郎さんまあ、送るまでできる、ね、できるね、あ、受けられるってじゃあ、それだまあ、シニアならではのね、こういう使い方っていうのを少しこう勉強会やるとね、若い人と入れると、若い人はまた別の使い方するんだよねなんか分かりやすいとかね、何べんも同じことでもいいからやってもらえるとね、なんか簡単なものが分かってないというか、うん、宮原さんにごめんに伺っていただいて、まず基本は見ることです。私何回か宮原さんに言ったんだけど、宮原さん見てないの。そう、いやだからね、ごめん、私はね、ちょっとね、もう最終的に入院したんだけどね、音が入るじゃないですか、どこにだってジャラララランって、はい、ジャラララランってこれ音出ない、出ないよ、え、普通出ますよね、出るの、私のは出ないけど、音声消してるからですよ、音声上げていけばこれジャラララランって、この音量のところで、音量のところでこれ上げるの、音声消してある、ちょっとマキさん見てあげてくれてくださいます、音声がその上が上がるんだと思って、ね、下のところ、下のこっからね、こっからこれで音声ね、うん、あ、これ最高になってますよ、はい、大丈夫、大丈夫、ただスピーカーを切ってるといけないですね、うんうん、そしたら音が出る、うん、そうそうそう、だから来たってすぐ分かるんですよ、そうそう、ここでね、私ね、これだから、あ、普通の人とはちょっとね、なるほど、そういうことですね、うん、そうそう、だからそれからこのね、画面の明るさもね、ここで調整、あ、はい、できるんですよ、簡単に、こういうところがね、はい、私なんか分かってない、ですから、これはもう簡単です、こうやってこう、うん、ね、はい、この人音量もこうやって、あ、それが音量になるんですか、はいはい、あそこで、はい、なんか私いつも音量が、ね、これでも、うん、昔のやつはこれでやったんですけどね、うん、そうそうそう、今はもうこれで、はい、だから音声で、ね、聞こえてない、開けないと分かるんだよね、いや私だからね、佐藤さんなんかね、パッとすぐね、返事なんか来るでしょ、だからいつも開けてんだと思ってた、いや私ね、そう、メッセージャーでも何でもそうです、うん、カチンと音が入るんですよ、うん、だから飽きたなと思って、うん、まあ、だから
その音が来た、あの来たなっていう音がね、うん、私には伝わらないわけ。で、最終的にはね、これもあのあそう、はい、大丈夫さんね、はい、このここを2回クリックすると、はいはいはい、いっぱい出るでしょ、はい、これ消してます時々。あ、うん、割に減らしてるね。うん、割合で。あ、これね、やっぱりやってない方が、やり方やってない人が非常に多い。あ、そうです、そうです、うん、ね、重くなっちゃうんです。重くなっちゃう、うん、私も今日はやってない。これやった方がいい。重くなるのとね、下手するとあるアプリについてはね、電池を消耗させるんですよ。なるほど、うん、ね、あるアプリについてはそう、はい、そういうことがね、なんかあのお勉強会、カチッとした勉強会行くのが聞きづらいし、だからきちんとしたね、もうシニア同士はね、きちんとした勉強会、うん、学校みたいな形のね、やつじゃない方が、皆さんの持っている質問、疑問をみんなで共有するっていう感じでね、自分のわからないところを、そうすると私はこうやってますよとかさ、ね、その方が役立つんですよ、変な説明よりも。だから僕のプレゼンも大体問題提起しか出さない。こういうとこ気をつけてますかとか、こうしてくださいじゃないんですよね。こんなところは気をつけてください、注意してますかとか。そうするとそれがむしろ、うん、あんまりね、カチッとね、こう準備されてね、こうね、書類を配られてね、その通りこうやら全然こう一番困るのは、すごく若い人が講師やってくださると、ご自身が非常によく分かってられるから、ご自身のペースでね、どんどん進んでいったのよ。だからね、あの理解できないでついていけないの、うん、それが一番困るんですね。ベーシックな質問なんですけどね、うん、まあ、あの Facebook もあれば Twitter もあれば LINE もあれば Skype もあるけど、その中で中村さんの Twitter は今しないんですか？やってますか？しない。いや、そうじゃなくて、どういう使い方あかんない時間がもうないから。あのですね、Twitter、うん、はですね、要するになんかね、取り留めもなくね、新しいニュースが飛び込んでくるんですよね、はいはいはい、でそれはね、もうあんまり耳がつかないっていうんですかね、ね、こういう調子ですよね、うん、そうですね、はい、こういうの中身が、ね、こういうの出てくるんですよね、はい、ところがですね、この2番目に通知ってのがあるんですよ、通知、はいはい、ここにですね、このところにずっとこう、個性、アイアム個性とかって、こう、ケース、つがりがとかですね、作法とかってこう入ってる、これ4人ぐらい、このグループになってるんですよ、なんか知れない、五十嵐さんっていうのがこれ入ってて、これで談合みたいになってですね、毎日ぐる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 やってるんですよ。あ、だからこれに4人のトーク、中村氏のね、この、これで、あの比較的硬いこともやればですね、ええ、バカの限りもやるとかですね、ええ、しけるなことも言っちゃうとかですね、これはまたまた私が起こった。でこの五十嵐聡さんという人がものすごくこのね、会ったことないんですがね、こう考えの深い、人なんですよね。何の仕事かよくわかんないんですけどね、これちょっとこういう、こういう会社員、以前は国際電気通信業の保守員、今は製造の設計者から聞いたと山歩きが好きとかこう書いたんですね、うん、ところがですね、非常に受け答えがうまくてですね、で知識が豊富なんですよ、うん、それって絶対そののたまわないんですね、自分はこうじゃないですかっていうような言い方して、この人が、まあ、中心になって、その小瀬さんっていうこのわけもわからない若い人がもう一人か二人ぐらいで、それでぐるぐる回ってるんですね。であとは
ってるんですけど、実際は活性化してるのはここだからです。このグループは例えば Facebook のグループにはならないんですか？小瀬さんは Facebook の方もものすごくありますね。だからツイッターのいいところっていうのは、ね、要するに LINE でグループ作ってもいいだろうしっていう、ね、いろいろな情報とか、どういうふうな使い分けをされてるか、これと、うん、LINE は本当にですね、よく知ってるその身内です、ほとんど。だからその短いね、はい、まあ、教育とかね、そういう特に若い世代の人たちのやり取りが僕は頭にあったんですよ、ね、うん、で今日みたいなハワイ広いね、まあ、もう使いとかって、まあ、目から動くなったり。ライマーも本当に最近こう、なんですかね、いろんなこう使い方がね、現実に出てくるんですよね、うん、だからまだまだこう分けていくんじゃないですかね。まあ、LINE もね、わずか3年ですよね。ああ、それから、まあ、ね、Twitter だって、そんな何十年も前の話で、うん、まあ、そうね。で、はい、特にシニアがどういうふうに使ったらいいのかっていうのは、私のところもよく質問が来るんですよ、これ。わかんないんですよ。どういうことやりたいんですかっていうことを聞かない限りね。それから、セキュリティはあなたどう考えますかとかね。うん、やっぱり、そういうものをもろもろ考えて、じゃあ、これはやった方がいいんじゃないですかとか。で、僕はもうやめたのは、自分のホームページはもうやめたんですよ、例えば。昔持ってたんですよ。ああ全部、もういちいちメンテナンスできないでしょ。そうですね。で、ホームページはやめて、もう日常は Facebook の、 タイムラインみたいなところで、自分の今のなんか載けるとかね、まあ、こういうふうに、なんていうんですかね、スピードの時代になっちゃってね。昔は自分のホームページで、シコ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 したけども、もうそんな時代じゃなくなっちゃってる。だから他の人の友達のホームページも見なくなっちゃった。逆にその人が何やってるか、要するに企業のね、新しいいろんな情報が入ってるのは、うん、会社のホームページとかなんか、これはこれで便利だけども、個人のホームページは見ない。ブログももそう、ほとんど3年ぐらいもうおっぱなしです、ね、おっぱなしでしょ。僕もやめちゃった。私もね、入れるだけ入れてあるんですよ。だけどね、やっぱりなかなか読めない。ね。いや、なんかツイッターとかブログだとか、やめられるんですか？やめても、いや、ほっとく。そこはもうほっとくでしょ。ほっとけばいいのね、うん。でも入ってくるでしょ。いや、終わらない。いや、だから私、ゴミ箱にみんな入れてるけど。一頃、ブログを4つぐらいです。大変でしょう、もう。いや、同じものだよ。ライブジャーナルって言ったら、ライブジャーナルって言ったら、ニフティのやつと、いわゆるブログと、それからなんかもう一つぐらい。それで同じやつを出す。ずっとやる。結構その仲間がいたんですよ。うん、でそれがある日、3年ぐらい前に、ね、ある日突然、ザーッといなくなって、3ヶ月ぐらいの間に、そのやり取りしてる連中がダーッといなくなって、うん、どこ行ったのかなと思ったら、フェイスブックに見えないじゃん。うん、それで今度はしょうがないからって言うんだよね。ツイッターは結局割り早くからやったけど、まあその4、5人のグループになって残って、あとは、なんていうの、面白い人のところどころね、見るようにして、なんかもっと活用の方法があるのかもしれないですけどね。新しいニュースなんか、どれに対して他のところでよっぽどニュースをうまくこうまとめてくれてるところがあるから、そこを見た方が手っ取り早いですね。最近いろんなそういう情報源を一括してまとめて見せるっていうね、そういうのが流行った。ありますか、うん。でもそこまで行くのは中村さんぐらいだから。あのね、Facebook でね、小野隆さんっていう人がいるんですよ。その人が個人でそれ、Facebook で発表したんです、毎日。あ、そうなの？もういろんなところからニュース取ってきてね、うん、まあ、スポーツから、政治から、社会問題から、
一日ずっと6台ぐらいをずっとね、あの自分流に開発するんですよ。で、あの非常によく勉強なんだけど、私一つで嫌なのはね、そうするとすごい下ネタなんですよ。その中にね、もうどうにも我慢できないけど、下品なのが一つある。で、それがどうも見るのが嫌なので、あんまりいかないんですけど、でも非常にのこう砕けた関節してくれるので、そう、じゃエヴァーノートやっと、あ、そうか、マキさんに聞いて、エヴァーノートね、うん、最近やっとね、いや、あ、ほんと？もう1年経つから、でも、もともと使ったんですよ、もうエヴァーノートはすごく便利、僕があります。これいいんだけど、タグがうまく使える。タグ、うん、まあ、そのタグはタグタタつけりゃいいんですよ。あのタグがね、いっぱいタグを作っちゃったので、ああ、お整理がつかなくて、あー、うん、ノートとノートブックはやっとで、こういきなりここの、なんていうんですかね、ここでいろんなことを、うん、やっちゃって、写真とかね、うん、ここからやっちゃえと。だからね、タグに依存する検索をやるか、ノートブックという形でね、うん、あの固めて置いといて、方が自分の頭に入りやすいか、うんうん、要は自分の思考のね、その癖があるわけですよ、何か探すときに、うん、ね、要は普通の書類もそうですよ、うん、机の引き出しの中にこういう別段に入れておくのが分かりやすいという人もいれば、うん、ね、あの全く違う整理の仕方があるの。でタグの便利なのは、何かうろ覚えで覚えたことをポッと出すときはタグの方がいいんですよ、うん、ところがあるもう何とかのに関する情報とか、もう決まってるやつはそこへ置いとく方がね、早く出てくる、うん、だから使い分けてくださいよ。ノートブックはこう割合ね、あっち行ったこっち行ったので確定申告お寺の僕なんかタグのね、後で調べたらね、今でもその何百種類のタグになっちゃってるんです。あの、そんなあってもいいんだ。あってもいい。ところが、そのタグもね、タグは忘れちゃった。どう分類するかもちょっと分からない。そうなんです。もう癖が変わって、ね、癖がだんだん変わってくるんですよ、同じようにね、今度はこっちで入れて、同じようなんですか。いや、自分でつけてて自分で混乱してだから要はね、検索をイメージして、検索するときどういう検索を自分ならするだろうということでやっといた方が、うん、要するに人真似ダメなんで、人の真似ダメなんですよいや、マキさんのあなたがやってるのを教えてちょうだいよ。そうそう、まあ、そういうのは全然思考のメカニズムがあれがオーダーが違うんですよ、順番が、うん、それこそスケベなところから入る人のところで真面目なところから入る人これね、このメモっていうの好きなんだけど、これなんでこのね、ここの一番初めのページにね、この iCloud とか Gmail とかこういうメールが出てくるのかなって、これよくわかんない。で、これやると、これにこれで、あ、これメモ帳の話、うん、メモ帳、うん、これで例えば iCloud だったら iCloud でこういうやったやつが来るわけだよ、はい、で、これだ Gmail だったら Gmail で、はい、これなんでこれ分類され、誰が買ってるか、いやいや、iCloud が、ね、自動的にね、分類されちゃうんです。 iCloud に、はい、いわゆるに、iCloud、要するに何、なんだっけ、iCloud で登録しちゃうと、これここに乗っかっちゃうんですよ。はい、それで、例えば写真なんかは iCloud に載せ、そのまま転送しますかとか、やっぱりそういうある種の向こうに言ったらサービスなんですよ。だから使わなきゃいいんですよ。いや、それでね、こう全てのものっていうのとね、うん、の中にこういう、だから Apple ID をね、Apple ID 登録すると必ず iCloud うん、連動されるでしょ、うん、
で自分のメールでも入ってる。そうでこれの使い分けっていうのは自分の、使い分けはだからあえて僕の場合はですよ、僕の場合は iCloud というカテゴリーがあるのであれば非常に特殊なものを、要するにあんまりめったに使わないけど少しスペースがあるからとにかく入れとけ。他のにやつは割に、なんていうの、自由に使う活性化、僕の場合はですよ。で、iCloud の場合は、もうとにかくもらえてるんだから。うん、飲んでもらえるじゃん。ね、そこに写真いらない、もうなくてもいいようなものを写真でもデータでも一応とにかく入れて、それでもうその分だけ活性化された、いろんなクラウドサービス、スペース分けて、僕の場合はそうしてる。要するに。結局はね、すべてのメモで、ここでやってる、ね。そう。すべてのメモだと全部出てしまう。今のはメールを登録するときに、いくとメールが登録できますけれども、その時に、どれと連動させるというのがあるんです。ありますね。その時に iCloud も、それから、サクなんとかというのと、全部、それを、メモ帳と連動させるという設定を、設定を残してるんですよ。あれ外せるでしょ、あいつね。iCloud 外せるんですよ。そうなんですか。iCloud もそれから自分のメールの中でどれと連動させるのかという、そのところにメール連絡先、チェックが入ってるので、それで言ってるんです。それを外せばいいんです。そうだ、よし、外した。お前はもう出てくる。いや、僕はもったいないから、せっかくタダでもらってるから。ここはね、要するにメモはあれにいないよ。メモはね、その下にソフトバンクも社内もなってるのは、あそこでチェックが入ってるからです。そうなんだ。もういいよ、人面だけでいいんだよ。いや、だからそういう割り切っちゃったらいいんですよ。あれもこれもできますっていうのはね、帰ったら混乱になっちゃうのね。なんでこれ、メールのね、メールとこのメモとなんで関係してるの？ここでメモを作ってメールで送りたがってるわけ。送りたい。俺はそのことしたくない。Google で登録したときに、Google のサービスがあるんですよ。全部つながってるから。Google の、Google ドライブとか、Google のサービスっていうのは、Apple でいうクラウドのサービス、クラウドドライブっていうのがあるけれども、同じようなこと、Google もサービスとして持ってるんですね。だから、Google でもメモ、カレンダー、写真っていうのをみんな連動していきますから、Google で登録している、いわゆる自分のアドレス帳に入っているものを Google で使いますかって言ったときに使いますと、いうふうにやると、そのカレンダーからメモからみんな Google で全部作れるんですよ。それで Google でカレンダーからメモからっていうアドレスもみんな連動してくるんですね。で、それを iCloud も同じように連動させるっていうと、今度相互に連動し始める。ですから iCloud で全部をそれを見れるようにするか。で、Facebook でもそこの機能を連動させるかってやると、Facebook で持ってる知り合いから何から全部連動してくるんですよ。ですからそれでもって一部怖いって言われてるのは、そのデータがみんな USA の、みんな持って帰ってきた。要するに Google のサービスとかなんかって、Apple もそれ提供してるってこの間出てましたけども、そういうことにつながるんですね。だからその連動っていうのを、ある程度意識して、OK しておかないと、みんな抜かれるんです。だから LINE も同じなんです。Facebook のアカウントで LINE に入ると、その時に LINE 側で Facebook の情報を共有してもいいですかって言って、必ず確認が来ますよね。で、それを OK ってやると、
LINE から Facebook のその人の個人情報っていうか、うん、関連している友達関係がみんなつながっていくわけですよ。なるほど。じゃあクラウドサービスとかっていうネットの情報っていうのは瞬時に全部連動するかどうかを OK した時点でそのもうダダ漏れになる。うん、で今のあの全てのメモっていうところもそういうことで、うん、Google が掴んでる、うん、あのご自身の情報っていうのと、うん、iCloud は Apple で掴んでるものと、うん、共有でいっちゃってるわけ。じゃあそこがちょっとあのもう最近の連動がものすごいあの縦横無尽にいってるんで、なるほど、みんなつながっちゃってる。もう傷の手前でそれでね、私ちょっとそれに関してお伺いしたいんですけど、あのね、中村さんがね、いつもこのカレンダーのアプリの中から、ね、例えば今日だと、22日ですか、うん、でこうやってやるとあのそうするとね、私こう知らない方のね、あのあなんかそのそれぞれいろんなね、催し物がいっぱい入ってきちゃうんですよ。でこれはですね、全部出したくないんだけど、それはどうやってするの？カレンダーはどのアプリ使ってるの？その標準のアプリ？え？標準のアプリ？うん、はい。そうするとね、はい、それに、はい、他のカレンダーとの同期がしてませんか、何か作ってませんか。どうやってやったらその同期してるかどうか分かる。これをさ、公開して公開しても別に欲しいことはないさ、佐藤さんの交友関係のカレンダー交友関係だって全く関係ないですよ。なんか知らないとかで、でもその中野孝雄さんの誕生日だったら、中野孝雄さんなんて私誰だかは全然知らないし、あれは入ってくるんだよね、終日ってやつね。そうそうそう。あ、これはね、はい、多分あのなんかフェイスブックとか、ね、何かの個人、はい、あの入っている情報を、はい、は連動されてるんですよ。でこれ連動しないように教えてください。それはフェイスブックの設定で、フェイスブック側だね、はい、確かフェイスブックの設定で友達関係のどこまで自分の情報を伝えるかとか。あ、私その設定は友達にしか出してないんですよ、うん、設定は。だから友達が持っている情報とここをちょっと待って、連絡する人を変えるんだと、うん、そこを切ってあげる。あの、ちょっと待ってください。設定の中で、はい、ちょっと待って、今じゃ設定を出します。はい、設定の中で Facebook っていうのが、お、あんたの番号はフェイスブック。最初にこれ言わないです。設定をして、ちょっと待ってください。設定をして、設定で、はい、その中で Facebook を下の方に合わせていくと Facebook から出てくるの大丈夫です。それを押してください。そうそう、その下にあの同期してるアカウントを使用許可する全部色がついてますよね。全部入ってるじゃない、これ。だからそこの情報が全部がカレンダーに行ってますよ。連絡先も抜く、うん、でそれでもう一度カレンダー見ていただいていいですか。え、はい、でグループとか外部ではこれは大丈夫なんですね、うん、もう一回カレンダーを出すと、はい、カレンダーと Facebook が同期してたんですよ。なるほど。だからあの Facebook の日付情報がそこに全部入って、はい、カレンダーに出てたんですね。ああ、で今消えましたね。あ、そうですね。そうですね。Facebook との連動を消したからです。ありがとうございました。じゃあもうこのままにしとけばもう変なの入らないですね。そうですね。変なの。Facebook 関係はどう？ Facebook。他のね。例えばさ、さっきはほら14時この。LINE のあれってのはこれじゃ消えちゃってるメモ。あ、でもそれは自分に入れればいいんですよ ね、自分で、ね、必要なんだけ選んで入れればいいんですよね。そうそう、中村さんみたいにね。そうわかりました、ありがとうございます。これがね、非常に困ってたのでもう今日は大変だった。だからこういう勉強会が一番ね、効果あるんだよね。自分が知りたい
ことがね、そうそう困ってる問題を持ってる、まあ、僕一つあるんですよいいですか、いやいや、カレンダーでそれを入れてるかどうか、ね、今昭和の日とか記念日が入ってますよね、はいはい、これ終日で入ってるんだけど、はい、それもカレンダーの設定で、はい、その休日療法を入れるかどうかっていうのがオンオフな、そう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 、あ、できるんですか、できるんですか、あ、そうですか、これデファクト、デファクトはこれ入れるようになってるはずです、あの、確かね、うん、なんどうしたね、それでこれは国の祭日だ、僕は入れてるんですよ、国の祭日だから、うん、これは入れといて全然変わらない、これは問題ない、ね、うん、国の祭日は時々変わるでしょう、なんか、うん、曜日によって山の人が、そうそうそう、だからこれ入れといた方がね、緑ぐらい、そうそうそう、まずは天の誕生日だったかな、お困り、お困り、あの、プレゼント消えた、え、あ、消えた、え、プレゼント、あ、そう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 、お誕生日ね、あ、消えた、消えました、お誕生日、それから、それから今なんかご質問が一つあるようなので、ちょっと、あのね、単純なことなんですけどね、あの手帳がなくなってもう3年間ぐらいのこう前の要するに予定を自分入れたのはもう今後のやつはカレンダーで出てくるんだけど、どうやって昔のデータが出てくる、昔 の、 あのイベントとか何か、はい、自分の予定を入れてた、例えば2年とか1年とかって決めてると、はいはいはい、その範囲はあのデータをあの表示するんだけど、それ例えば、10年だと10年じゃなくてもね4、5年とかもうそんなんじゃなくて今見ようと思うと例えば、はい、3月、4月のやつも見えない、消えちゃうの、消えてるんですけど、どっかに入ってるのかな、カレンダーでそのイベントを30日で切ってる、ああそうですか、うん、30日っていうのは例えば1000日にすれば3年分は、はいはいはい、あのデータクラウドにあるものも、要するに30日で切られちゃうか、それを1年とか2年とかっていうふうにやってれば1年前、2年前のやつも全部自分が書いたあのカレンダーの内容は読めない、あ、そうですか、これね、今から設定から来たそう、だからこれはね、こういうふうになってたら、だからこれを消して連絡先も勝手に入れられないようにこういう、そしたらこの、それはそのさっきのような設定っていうのはなんかどっかあるわけかもしれない、もらいこう、これでやってる、あ、でもこれで助かりました、ね、実は気になってたことが、ね、解決して、例えばね、こういうふうに消えちゃうんです、もう消えてるんですよ、ここから、はいはいはい、これもう手帳だったんで、はい、ちょっとさっき言われたけど、みんなが頻繁に僕何もしなくて、生き物さんでも水間さんでも頻繁にやってるみたいなんで、私も小沼さんこれお絵かき、でもお絵かきグループとは別にこれ出てきちゃった、そうなんですか、うん、それはどうやってやるんだ、どういうふうにやって、だからそれちょっとカウンさん、カウンさん、これ友達なんですよ、友達なんです、あの結構ですね、それで結局だからこの子だ、この子の人いない、この子はね、これしかない、これしかない、でね、ハムの方はね、だいたいあのメッセンジャーで来ちゃう、カレンダーっていうのが、はいはい、そうですね、うん、カレンダー、これメッセンジャーなの、この人は原原カレンダーの、この人だけど、あとね、あの、はい、そうなんです、この人はそれまで作ってるカレンダーをサークスとか、うん、佐藤もこれさ、新さん、あ、新さんね、あの人は新さんのライブ、うん、なんでかね、カレンダー隠すんだけど、ずっとは消えるわしないけど、これは連動しているやつが、マックから、マックとこれはもう連動したんだから、マックのすべてとか、リマインダーって使ってる、このカレンダー。じゃあ、ちょっと今、ご質問があるんですけれども、連動さちょっと予定が過ぎましたので、